だから言ったやん、俺言ったやん、だから俺言ったよね。だから坂本勇人は波の選手じゃないって俺言ったやん、ほんまに。やっぱね、今日見てて思ったけど、やっぱ彼はスターやね。もうすごすぎる。はっきり言って、もう手のひら返しとか何言われようがいいよ。もう俺はね、やっぱりね、大好きですわ。てな感じ始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、先ほどありました、タイガース対ジャイアンツの試合解説の方をやっていきたいと思います。はい、素晴らしいね、坂本勇人。素晴らしいです。はい。昨日ね、僕ね、坂本頼むわっていう、まあ、サムネイルを作って、投稿したんですね。YouTube の動画をね。うん、で、今日ね、まあ、あれね、実を言うと、僕いつも1日2本撮ってるんだけど、あれ試合終わってから撮ってんのよ。だから日本時間で言ったら、前の日の夜に撮ってるんよ。日本時間で言ったらね。うん。今僕サンフランシスコいるから、まあ、朝に撮ってるんだけど、あれはね。だけど、ちょっとね、やっぱり、僕ね、坂本勇人使った方がいいよと。まあ、モンテスも状態上がってきてないから、まあ、そこも使いながらではあるんだけど、やっぱり坂本さんの復調にかけるしかないっていう動画も出したんですね。ちょっと、なんていう、予約投稿するのがいつもと、間違ってて、日本時間の夜の6時にしちゃったんで、ちょっとタイミング悪かったんですけど、でもほんまに、マジで、やっぱスターやね。やっぱ今日ね、まあさすがにスタメンないかなと思ったんですよ。ああやって言っときながらスタメンないかなと思ったけど、やっぱりスタメンなかったんですけど、でもやっぱりね、このほんま代打で2打席今日立って2本ヒット打ってるっていうところで、なんかそのスターってね、感情を揺さぶってくるなって思いました。というのも、打てない時もあるじゃないですか、正直ね。長嶋茂雄さんだって打てない時あったでしょ。でもその次の試合とかにめちゃくちゃ活躍したりする。これが、なんか、プロフェッショナルやなというか、スターやなって思ったし、なんか切り替えの速さとか、うん。まあ技術ももちろんそうなんですけど、なんかこのファンの感情をね、揺さぶるっていうところはね、本当にもうなんかもう、見てて痺れるなっていうふうに思いました。すいません。ちょっと語りすぎっすね。冒頭からね。すいません。本当に。はい。じゃあ今日はですね、まあ振り返っていきたいと思います。今日の動画の構成としてはですね、まず得点シーン振り返っていきまして、その後に、スタメンの変更で見ていきまして、最後にね、僕が気になったところを、まあ配球チャートとかもね、使いながら見ていく。この3本でね、ちょっとやらさせてください。はい。じゃあまずね、得点シーン振り返っていきたいと思います。僕の胸あたりにですね、ボード出しながら、ちょっと見ていきたいと思います。はい。まず今日はですね、まあ1対0というところですわ。はい。まあ、昨日1対0で負けて、今日1対0でやり返すっていうところで、まあ、今日の試合かな？今日の試合で、まあ、阪神との試合終わったわけですけども、もう全部互角。勝敗も、負け数も全部一緒というところで、非常に素晴らしいシーズンを戦えたんじゃないかなって、思います。はい、その中で、この、まあ、7回の、まあ、坂本さんのタイムリーだけなんですね、今日はね。はっきり言って。で、まあ、相手の高橋遥人投手も素晴らしいピッチング。もう、正直、点取れるんだったら、まあ、ワンチャンスで、それをものにするしかないかなっていうところはありました。ただ、対するグリフィンはですね、ピンチ、何度かありました。ただ、そこで、しっかり粘って、抑えれたっていうところは、非常に良かったんじゃないかなって思います。まあ、買いまたぎでね、ケーラー投げてくれたりとか、バルちゃんがやってくれたりとか、まあ、大勢もね、最後ちょっとギリ、危ないシーンまで行きましたけど、やっぱりこの、中継ぎ陣のね、踏ん張りっていうところも、非常に評価したいな、というふうに思います。はい、で、まあ、得点シーンは、まあ、7回表の、ノーアウト一三塁の、まあ、ピンチヒッター坂本さん、これライト前、もう素晴らしいですと。もう何とかしようという気持ち、見えてました。はい。まあ、短く持ってましたし、もう何とかね、もうとりあえずバットに当たってくれっていうところは、非常にあったと思います。まあ、ヒーローインタビューでも言ってましたけども、非常に、まあ、あれだけの素晴らしい選手が、もうあれだけがむしゃらにやってる、なんか、YouTube のコメントでありましたけど、なんか、今まで輝いてたね、坂本もいいけども、この泥臭い坂本もいいんじゃないかみたいなコメントありました。すごくこれね、僕共感しましたし、皆さんもね、全然、どんどんね、思ってることをコメント欄で教えていただければなと、というふうに思います。はい、じゃあですね、次、得点シーンじゃなくて、スタメンの変更で見ていきたいと思います。僕の顔あたりにですね、ちょっと画像出しながら、ちょっと見ていきたいと思います。
はい、まず、ホーム側のタイガースから行きましょうか。はい、あんま変更点なくてですね、まあ今日、左のグリフィンというところで、まあ昨日前川選手で出てたんですけど、今日は、井上選手がね、6番で出てますと。で、ピッチャーは佐伯投手から、まあ、高橋遥人投手というところで、まあ、怪我前もね、高橋遥人投手にめちゃくちゃやられてるんで、まあ、そういったところで、まあ、どれぐらい対応できるかって、まあ、久しぶりに見るんで、まあ、対戦したことない選手もたくさんいると思うんで、そういったところでどういう風にやっていくか、うん、っていうところを、まあ、非常に注目しておりました。で、ジャイアンツですけども、結構変更点ありまして、まあ、岡本選手が昨日ファーストだったんですけども、今日はサードで出てまして、で、代わりにファーストが大塩さん入ってますと。で、レフトね、この間、長野さん出てたんですけども、今日はモンテス出てまして、で、門脇選手が7番から8番に、小林選手が出てたんで、今日はね、岸田選手が7番キャッチャーで出てますと。で、ピッチャー菅野さんから今日はグリフィンというところで、まあ昨日ね、あれだけ、素晴らしいピッチングをしたんですけども、菅野さんがね、まあ負けてしまって、まあ最後もね、まあ志願して、最後まで投げ抜いて、まあそれでも1対0で負けてしまったというところで、まあ昨日非常に痛い負けではあったですけども、ありましたけども、まあ実質、中4日、実質 3.5 日ぐらいかな ?3.5 っていうところで、まあグリフィンがどのようなピッチングをするのか、うん、まあ非常に試合前とかね、ちょっと緊張はしてますみたいなコメントもありましたけども、そこでね、どれだけ力を出してくれるのかっていうところはね、非常にね、今日楽しみにしておりました。はい、じゃあですね、こっからですね、僕が気になったところであったりとか、ここポイントでしたよみたいなところを、できるだけね、わかりやすくね、面白く、飽きさせないように、皆さんにね、お話していきたいと思うんで、こっから見てください。タイガースファンもね、すごく褒めていきたいと、あ、なんていう、タイガースの選手もいいところですし、しっかりね、褒めていきたいと思うんで、タイガースファンの方もね、ぜひね、見ていただければなというふうに思います。はい、じゃあまずね、一回裏行きましょうか。一回裏ですけども、やはりね、先ほども言いましたように、まあ、タイガース結構チャンスあったっていう話したんですけど、まあ、一回裏からね、まあ、早速チャンスがあったんですね。まあ、先頭、近本選手ヒット打ちまして、中野選手バントで送って、で、森下選手が進塁打打って、で、ワンアウト三塁で、大山選手がフォアボールなんですね。で、ここでワンアウト一三塁で佐藤選手というところで、まあ、空振り三振に取るんですけど、まあ、スライダーという球種がね、全く合ってないんですね。はっきり言って。で、スライダー、を初球空振りして、で、スライダーを意識させながら、他の球種見せて、で、最後にもう一回スライダーに戻って三振っていうところをね、取りました。これが、後々、後の配球で、生きてくるっていうところですね。はい。で、次、2回裏ですね。またこれチャンスあるんですね。阪神が。で、ワンアウトから梅野選手ヒット。で、木浪選手ショートフライに倒れるものの、ツーアウト1塁で、高橋選手が内野に落ちますと。はい。で、ツーアウト1、2塁で近本選手。これね、ピッチャーゴロかな。ピッチャーゴロに打ち取ったっていうところは非常に良かったと思うし、まあ、高橋遥人投手かな。結構バッティングいいなというか、まあ、足も速いし、やっぱりね、まあ、ピッチングが素晴らしいので、まあ、バッティングをね、しっかりやれるなっていうところはね、正直、思いましたね。はい。で、3回表、これ初めてジャイアンツにね、チャンスがありました。ワンアウトから、門脇選手ヒット。で、ワンアウト1塁でグリフィンバントしっかり決めますと。で、2アウト2塁で丸選手空振り三振。まあ、これもね、非常に素晴らしいと思う。高橋遥人投手が素晴らしいと。まあ、まあ、ツーシームって言ってますけど、まあ、はっきり言ってフォークなんですね。で、まあ、あちら大学のピッチャーって、まあ、ツーシームって言いながらフォーク投げるんですけど、まあ、そういったところもあるし、しっかりね、左対左なんですけど、もうインサイドにバチバチいってるんですね。その中で、最後しっかり、ストライクからボールになる、フォークボールで、しっかり、まあ、バッターを誘うっていうところで、まあ、素晴らしいピッチングできるなと思うし、やはり怪我で長い間抜けてましたけども、やっぱ帰ってきたら、ものすごいピッチャーだなっていうのは、ね、マジで改めて思いますね、本当に。はい。で、次、3回裏ですね。ここね、ほんとね、重要だと思うんですけど、これね、先頭ね、これ中野選手、デッドボール当てちゃうんですよね。ちょっと球が抜けて、グリフィンがバーンって、ちょっと当てちゃうんですね。これちょっと持ってなかったんですね。で、ノーアウト一塁で、まあ、森下選手、3-2 まで行って、まあ、ピッチャーゴロ、まあ、ランエンドヒットという形で、まあ、ピッチャーゴロ打って、ランナー二塁進むんですね。で、ワンアウト二塁で、大山選手、ショートゴロなんですけども、まあ、二塁ランナーがね、三塁に進塁すると。で、ここでまた、2アウト三塁で佐藤選手。先ほど三振してますよね。で、先ほど言ったように、スライダー全く合ってませんよっていうお話しましたよね。で、そこでやっぱりバッターも佐藤選手も、さっきスライダー全く俺合ってなかったから、スライダーで攻めてくれる、スライダーでもう一回来るやろって思ってるんですね。で、そこで、ストレートで、2ストライクで追い込むんですよ。で、バッターからしたら、うわ、スライダー来んかったってなるわけですよ。
で、そっから、スプリット、スプリット、スライダー、スプリットっていう風に見せて、ちょっとちらつかせるんですね。変化球もあるよって。うん。で、これね、ここ、スライダー、スプリット行ったら、もう最後、どっち行くか分かんないじゃないですか。うん、分かります？さっきスライダーで三振したけども、2打席目の、初球2球目、ストレート、ストレートって来てるんで、で、3球目、4球目、スライダー、スプリットって来てるわけなんで、ストレートとスライダーどっち来るか分からない状態になるわけですよ。五分五分になるわけですよ。で、最後に、ストレート来るかなと回しといて、最後スライダーもう一丁行って、1打席目と同じような三振するんですね。っていうところで、まあ、佐藤選手は今日、まあ結構配球っていうところ、まあスライダーが自分が合ってないっていうところを、まあ岸田選手と、まあグリフィン投手が、まあうまくね、使って、その心理をね、うまく使って、いいところに投げて抑えれたんじゃないかなと思います。で、あ、すいません、これ配球ちゃんと見ようと思ったんです。すいません、間違えました。これちょっと、すいません、急で申し訳ないんですけど、すいません、ここ、はい、こちらです。ストレート、ストライク、ストレート、ストライク。で、スライダーで、ボール、スプリットでボール。で、ストレートとスライダーどっち来るってなってる時に最後もう一回スライダー来るんですね。で、三振というところで、まあ素晴らしいピッチングだったなと思います。すいません。忘れてました。はい。興奮しちゃいましたね。はい。で、次4回表行きましょうか。4回表。まあこれも、ちょっともったいなかったなっていうところがあって、まあ、先頭の浅野選手がヒット打ったんですね。ライト前ヒット打ちましたと。で、ノーアウト1塁で吉川選手、ここでバント行くんですね。で、バントで、スリーバント行くんですけど、スリーバント失敗で空振り三振しちゃうんですよね。バントの三振ですね。はい。まあ、これちょっとね、なんとか決めなかったなっていうところはありました。まあ、続くね、岡本選手もいますから、なんとか得点圏にっていうところだったと思うんですけど、まあ、そこをね、まあ、させなかったね、ピッチャーもさすがだなと思うし、まあ、ここはね、なんとか決めてほしいなっていうところはありました。まあ、気持ちはね、もう絶対決めたるっていう気持ちでやってると思うんですけど、まあ、ちょっと難しかったなと思いますと。で、これ意外にでかかったなと思うのが、これ4回裏ね、これ2アウトから、まあ、キレミ選手が ライトぐらい打ったんですけど、まあ、浅野選手が背走、後ろに走りながら、まあ、ジャンピングキャッチしたっていうプレーがあったんですけど、これもし、抜けてたとしたら、多分3塁打まで行ってるんですね。3塁打になってるんですね。ってなってくると、まあ、これ本当にね、ナイスプレーだったと思うし、このファインプレーなかったら、ちょっとやばかったなっていう感じはしました、正直ね。はい。で、6回裏、あ、行きましょうか。6回裏も、タイガースがチャンス作るんですけど、これこの回からケラー出てますと。で、いきなり先頭バッターの大山選手に2塁打打たれるんですね。で、あ、ちょっとやばいなっていう。うん、やばいなって、まだ 0-0 でね、2塁打打たれたらやばいじゃないですか。で、ここがでかかったんですけど、ノーアウト2塁で佐藤選手ね、まあ、2打席連続三振してますと。で、ここで、まあ、ピッチャー変わってるんで、左から右に変わってるんで、まあ、また話変わってきますと。で、ここで佐藤選手が浅いセンターフライだったんですね。でも、ランナーがタッチアップできないようなセンターフライだったんですけど、これがもし、もうちょい飛んでてタッチアップできてたとしたら、もう多分今日ね、負けてるんですね、今日、ジャイアンツ。だけども、この佐藤選手のセンターフライもそうだし、続く、ワンアウト二塁でピンチヒッターの前川選手もセンターフライ打ち取ったんですけど、ここを二人を打ち取れたっていうのはマジででかかったんですね。どっちかにヒット打たれたりとか、進塁打打たれてたりとかしたら、多分今日負けてたと思うんですよ。僕の感じ的に言ったらね。だけども、ここを二人しっかり抑えれたっていうのはめちゃくちゃでかかったなと思います。はい。で、最後ね、ツーアウト二塁で梅野選手をサードゴロで、まあ、この回0点というところですよね。まあ、阪神からするとこの回で点取れないっていうのはすごく痛かったと思います。で、やっぱりこういうチャンスの後、チャンスで点取れなかった後っていうのは大体点入るんですね。で、これすぐですよ。7回表。この回、まあ、ジャイアンツ点取るわけですけども、先頭の吉川選手がセンター前ヒット。で、ノーアウト一塁で岡本選手が、まあ、2ストライクに追い込まれながら、まあ、レフト前ヒット打ってランナー1、3塁になるんですね。で、これも、まあ、非常にもったいなかったな。めちゃくちゃ甘いボールではないんだけど、ちょっとやっぱ2ストライク追い込んでる中でね、これちょっと不用意だったなと思います。で、まあ、このあたりからちょっと疲れてるのかなっていう感じはね、高橋遥人投手がありましたね。で、ここでノーアウト1、3塁でピンチヒッター坂本さんというところで、まあ、大城さんが全く今日合ってないと。高橋遥人投手に関してね、全然合ってないというところで、多分代打今日出るんちゃうかと思ってましたけども、ここで、坂本さんね、これ素晴らしいんだと。うん。で、まあ、結果ライト前ヒット打つわけですけども、ここストレートボールで、カットボールファールで、ツーシームで空振りするんですね。全く合ってない。ツーシームの空振りは全く合ってないですね。で、ストレートでボールになるんですよ。で、最後、僕ツーシームで行くと思ったんですね。先ほど3球目のツーシームで全く合ってない空振りしたんで、最後、ツーシーム勝負でいいかなと思ったんですね。うん。まあ、非常にこう、まあ、右バッターも今日苦戦してますから、ツーシームに関して。まあ、フォークですよね。フォークに、苦戦してるんで、まあ、最後フォークだろうと思ったんですけど、梅野選手がここで、まあ、
まあ、裏を書いたのかちょっとわからないですけども、ストレート行ったんですね。で、坂本さんがもうなんとかバット当てたいと思ってるわけだから、それでちょこんと当てて、まあ、これライト前ヒット打つわけですけども、これはね、本当ね、素晴らしいなと思います。もう本当に、まあ、梅野選手の配球がとかじゃなくて、これをま、しっかりね、もうとりあえずバット当ててでも、もうなんとかしようっていう気持ちがマジで見えてたんで、まあ、その執念のヒットじゃないかなって、ほんまに思います、これね。で、ノーアウト1、2塁で、まあ、ピッチャー石井投手に代わりまして、ピンチヒッターまっすーが、まあ、バントしっかり決めて、で、ワンアウト2、3塁で、まあ、岸田選手空振り三振、まあ、ここをなんとかしてほしいなっていうところありました。ただ、4球とも全部まっすぐで、まあ、前に飛ばせないっていうところだったんで、まあ、それぐらいね、まあ、石井投手の球威もあったし、まあ、ここはね、ほんと最低限マジでしてほしいんですけど、まあ、あんだけ短く持って、で、あんだけ、振りに行って、で、それで打てないんだったらもう、正直これはもう、ピッチャーかなって思いました。はい。で、最後、9回裏ですね、まあ、大勢出てきて、で、まあ、1-0 じゃないですか。で、2アウトからピッチ行った糸原選手が、まあ、ピッチャーへの内野安打というか、強襲打つんですね。で、ピッチャーの大勢投手が、ちょっと右手を出してしまって、ボールがバーンって当たるんですね。で、ちょっと、まあ、多分、ジンジンしてるとか、ちょっと痛みはあると思うんですけど、ちょっとやばいなって感じはあったんですよ。で、ここでピンチランナーの上田選手出てて、多分もうギャンブル絶対走ってくれないなと思ってたんですよ。うん、何もせずに、多分、ランナー一塁のまま、繋いで体勢をから1点取れるかって言ったら、なかなか難しいんで、多分走ってくれやろうなと思ってるわけですよ、ここでね。で、ツーアウト中の、まあ、木浪選手のワンワンっていうカウント、ワンワンのカウントで、3球目ですよね。3球目にスチール決めてきたんですけど、これは上田選手のまあスタートもそうですし、まあ岸田選手のね送球もほんまに素晴らしかったんですけども、間一発本当にねセーフというところで、これは非常に素晴らしいというか非常にレベルの高いまあスチールの攻防だったなと思います。はい。で、それで最後ね、僕が非常に良かったなと思うのが、このワンボールツーストライクってなった時に、一回岸田選手はタイムをかけて、ピッチャーの、大勢投手のところに行って、一回話し合って、一回落ち着かせて、で、それで最後ね、フォークボールで三振取ったっていうところがあったんですけど、これはね、そのままもし行ってたら、なんかその、雰囲気に流されて、ヒット打たれて、で、最後、同点に決められて、後悔したりとかする場面なんですけど、そこを一回ね、タイム取って、バウンド行って、まあ何を話したか分かんないですけど、しっかり間を取って、まあ次の球種であったりとか、まあ攻め方の話だと思うんですけど、そこをしっかり冷静になってできたっていうところは非常に良かったなと思うし、まあ岸田選手もね、非常に今年試合数を重ねてるというところで、まあ非常にその試合感というか、その試合をどうやって運んでいくかみたいなところ、冷静にね、すごくこう見れてるのかなと思うし、まあ今日はね、本当にね、いい試合だったなと。すごくな、1対0で、なんか面白くない試合だったかもしれないですけども、打ち合いじゃないんでね。でも僕からしたらすごく面白い試合だったんで、なんかめちゃくちゃ嬉しいなと、はっきり言って思います。はい、そんな感じでですね、まあ今日ね、まあ1対0で勝って、まあゲーム差2にしたわけですけども、まだね、まあ優勝確定かって言われたらまだわからないんで、まあそこをね、気引き締めて、まあ最低5分というかね、5割を取りながら、頑張ってもらいたいなというふうに思いますし、まあこれでね、まあ確定ではないですけども、まあ CS であったりとか日本シリーズに、行くっていう未来も見えてきたんで、まあモンテスの状態が上がってきたりとか、まあ坂本さんの状態が上がってきたりとか、そういった形でね、うまくこう、みんなの相乗効果をね、生むような、采配であったりとか、そういう起用法をね、していければ、すごく面白いんじゃないかなというふうに思うし、まあパリーグもまあね、ソフトバンクとかね、すごく、まあ強かったりとかね、しますから、うん、まあ因縁の対戦、因縁の相手だと思うんで、今年はね、ほんとぜひね、日本シリーズまで行って、ソフトバンクにね、勝ってもらいたいなという、まあちょっと気が早いですけど、まあ、で、しっかりね、最後の気抜かずに、頑張ってもらいたいなと思ってます。はい、そんな感じで、終わっとこうと思うんですけど、言うの忘れてました。チャンネル登録者数ね、5万人マジで目指してまして、500人違うよ。5万人目指しまして、マジで、行った暁にはですね、このチャンネルに、ジャイアンツの選手読んで対談したいと思うんで、ぜひね、まだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録ポチ、高評価ポチ、通知のボタンポチ、3点セットね、よろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は会ってきます。いつもありがとうございます。これもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は会ってきます。じゃあ、バイバイ。